皆さんこんにちは、ムーチョと申します。今日はノルマンディで募集される2020年産のね、シュボバについてちょっと語らせていただきたいと思います。まあ、今年で言うとですね、正直イスラボニータがこんなに産駒が募集されるとは予想してなかった方が多いんじゃないかと思うんですよね。一次募集で3頭、二次募集で1頭、計4頭ということで、まあ、今回の募集の中では一番産駒が多かったと。まあ、いくら実績馬とはいえね、シャダイスタリオンの馬ですし、まあ、血統的にもね、ザ・シャダイという感じで、ちょっと岡田スタッドでこれだけ生産されるとは予想しづらいところだったと思います。2020年産にもね、岡田スタッド生産の馬が何頭もいるんですけれども、実はそれ以上にね、数をつけている、まあ、またもやシャダイスタリオンの馬だったり、新種牡馬がおりますんで、ちょっと紹介させていただきたいなと思っております。まあ、おそらくですけれども、これもね、予想しない馬であるのは、まあ、間違いないのかなと思いますね。まあ、調べ方としてはですね、岡田スタッド生産の、で、年齢を1歳にすると、まあ、2020年産が、ずらっと表示してくれると。一応、99頭とネット競馬さんの方では、表示されてますね。で、まあ、これ分かりやすいように、父順に並べると、まあ、こんな感じでなると。まあ、まずね、ちょっと見ていきたいと思うんですけれども、まあ、やっぱりね、先ほども言いましたけれども、イスラボニータ、この2020年産にもたくさんおります。8頭ですかね。競泳ハツラツの子なんかもいますね。重賞馬リッカルドや、所属馬のアレッサンドロとかの妹に当たると。あとエピファネイアも1頭いますね。ナンヨールナっていうのは、もともとノーザンファームで重賞を走ってた子なんでね、まあ、期待が荒れてるのかなと。ビスカリアの母、フサイチジェットには絆をつけてますね。ボバですんで、面白そうですね。ノルマンディで募集される可能性はあると思います。そしてゴールドシップ。ピッツネイルもね、19年さんと同様にゴールドシップつけてますね。やっぱり出来良かったから連続でつけてるんでしょうね。あとこのマルーンドロップもスイートフェンネルの母ですからね、募集される可能性あるかもしれません。で、次のページに行くと結構ですね、シャダイスタリオンの馬並ぶんですよね。サタノクラウン、サタノダイヤモンドのジャスタウェイと。まあ結構両血馬たちつけてますね。まあおそらく数はそんなにつけられないと思うので、岡田スタッドの中で選び抜いて、シャダイスタリオンでつけてもらってるということだと思います。スクリーンヒーローは4頭ですね。クラックコードやパゲラなど、ノルマンディとね、馴染みのある馬もいます。そして先日も話したシュバリエはダイヤメジャーですね。で、ダノンバラードと。で、次のページ。ここでね、注目すべき種牡馬。一頭出てきましたね。まあ、タリノジュレップやハルシタットハイデフィニション。他にもメリッサ元姫、ディズトレメンダス、ワンスインナムーンと、走ってる母だったり、産駒で走ってる子がいたりとするね、自慢の繁殖牝馬たちが並ぶんですけれども、まあ、なんといっても注目すべきは、このビーチパトロールのね、嵐っていうところですよね。日本で走ってない馬になりますんで、聞き慣れない方が多いんじゃないかなと思ってます。サマーロコガールなんかもつけてますんで、相当なね、期待の牝馬につけてることがわかると思います。数えてみると11頭つけてますね。まあ、あれだけ数がいる中で、10分の1以上この馬につけてるんですから、まあ、岡田スタッドとしてはね、勝負をかけてると言っていいんじゃないでしょうか。私の予想では間違いなくこの中から、何頭かはノルマンディに来ると思いますね。まあ、おなじみの血統もいますけれども、まあ、なんといっても初年度産駒ですから、お試しでもあるんですよね、やっぱり。イスラボニータがあれだけ募集されたのも、初年度産駒でどうなるかわからないから、とりあえず、クラブで募集するっていうのもあったと思うんですよね。ということで、まずはね、このビーチパトロールが2020年産募集では来る可能性大と言えると思います。ちょっと血統とね、成績見てみましょう。アメリカから輸入されてきた馬ですね。レックスタッドで形容されております。レックスタッドっていうのはね、岡田さんグループが、まあ、主体となっているところなので、まあ、そこにいる種牡馬たちっていうのは、ウィンだったりマイネルだったりね、ノルマンディに数多く募集されます。まあ、本題に戻ってこのビーチパトロールはね、父レモンドロップキッド、まあ、その地キングマンボということで、まあ、日本でもね、結構見慣れた血統ではありますよね。まあ、この直の産駒がいまして、レモンポップっていうね、田中広安厩舎の活躍馬がおりますね。ビーチパトロール自身はすぐに引退後日本に来たので、種牡馬実績っていうのはないですね。種付ける80万でスタッドインしております。成績としてはアメリカの馬なんですけれども、すべてのレース芝で使ってますね。アーリントンミリオンやね、ターフクラシック、ステークスと、中長距離のね、G1 を勝っております。まあ、血統的に見てもサンデー系とつける目的で輸入されたのかなと、まあ、予想はつきますよね。まあ、これは完全に私の印象なんですが、まあ、アメリカってやっぱりケンタッキーダービーとか、ダートが主流
っていうところありますよね。まあ、そういう意味ではやっぱり私としてはね、ドレフォンとかそれこそサンデーみたいにダートの G1 を勝ってきた馬たちの方が能力的には高いのかなって思ったりしますけれども、ただ競馬ブラッドスポーツですからね、血統的な評価っていうのは現役時の活躍とはねまた違うのかもしれません。ということでビーチパトロール要注目です。そして次にね、まともや聞き慣れないシボバー出てきました。まあ、これは特に私が驚いた馬ですね。まさかここをつけてきたのかと。まあ、一応上から見てきますと、ブラックタイド、ヘニー・ヒューズ、北高たるまえ。まあここら辺はね、あ、なるほどと思うんですけれども、マインド・ユア・ビスケッツがね、なぜか大量に来てます。これも10頭産駒がいますね。これもね、ちょっと聞き慣れない方多いと思うので見てみましょう。シャダイスタリオンで200万円でスタッドインしてますね。まあ、血統的には私ちょっとね多くを語ることができないんですけれども、このデピティミニスターっていうのはフレンチデピティ、最近日本で母父としてかなり優秀な馬が出てますね。そしてマインドユアビスケッツ自身引退後すぐに日本に来てます。ということでまだ3区で走っている馬はいないと。成績的にはですね、ドレフォンと似た系統のところで走ってた馬ですね。アメリカのダートの短距離で G1 を勝ったり、そしてなんといってもね、ドバイゴールデンシャヒーンですごい末脚で快勝してたんですよね。ただまあ何回かねドレフォンに負けていたりすることもあって、まあ、成績だけ見たらね種付け量が違うとはいえドレフォンつけたくなる方が多かったのかなとも思いますけれどもね。ただまあドレフォンが輸入された後にこのマインドユアビスケッツ輸入してるので、まあやっぱり血統的なところを評価したのかなっていうのはありますよね。ダート短距離でそんなに何頭もいてもしょうがないと思うので、やっぱりそれ以外のね活躍も期待しての輸入だったと思います。まああとは車台スタイルの中でもノーザン枠車台枠とあって、ドレフォンがノーザン枠、そしてこのマインドユアビスケッツは車台枠はっきりね分かれてるので、ここも大きいかなと。そして岡田スタッドがどちら側につけやすいのかっていうと完全に車台枠で、まあイスラボニータも車台の馬ですしね、マインドユアビスケッツも車台枠、今後もね車台が輸入した馬っていうのは積極的につけていくと思います。ブラックス&モルタルっていうねアメリカの年度代表馬もシャダイスタリオンが輸入してね、元所属馬デスティニーソングとつけてたりしましたからね、この馬にも要注目ですね。当然このマインドユアビスケッツ3区も10頭のうち3、4頭来てもおかしくないと思いますね。私的に来てほしいなって思うのはツインクルスターだったりブラックオニキスあたりの現役時にねすごく走っていた馬の初子、これを狙いたいなと考えてますね。なかなか馴染めない父だと思うんでね、意外と人気になりづらいのかなと予想してます。ということで明らかにね岡田スタッドの期待が見られるこのマインドやビスケッツでした。そしてその下に行くとマジェスティックオーリア、祭りだごほ、次のページに行っても祭りだごほ、まあこれはね予想できる方もいたかもしれません。とはいえ祭りだごほもかなり頭数増やした感じがしますね。もちろんこの中からも何頭か来ると思います。あとは車台の種馬がこうずらーっと並んだりするんですが、で注目したい母がいて、このファーゴっていう馬ですね。ファーゴはあのノーザンにもともといて、ヴァルディゼールとかね重賞勝ち馬も出したんですけれども、まあ、競りに出されておそらく岡田スタッドに来たということでしょうね。まあ、今のところ2019年2020年さんとどちらも競りに出されて、まあ、高額で取引されたんですけれども、今後ノルマンディに来る可能性はあるかなと。まあ、これだけ活躍馬を出している血統ですからちょっと楽しみですよね。はい、ということでいかがだったでしょうか。毎年恒例のね祭りだごっほだったりゴールドシップスクリーンヒーロー以外にも今年でいうイスラボニータ枠、なかなか予想できない新種馬おりました。ビーチパトロールとねマインドユアビスケッツ、この2頭には要注目していきたいと思っております。私が惹かれたのはマインドユアビスケッツですかね。私は完全にねそのアメリカのダートで走ってきた馬、スピードでこうガンガン行くような馬のことが好きな方なんで、いい馬がノルマンディのラインナップに来たらぜひ出資したいなと思いました。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。